今回は日本の誰もが天才と評した小野伸二選手のサッカー人生を紹介していきますいたち。まず小野選手は1979年7月29日静岡県沼津市に10人兄弟の6番目と大家族のもとに生まれました小野選手の家庭は少し貧しく母子家庭だったこともあり保育園の時からサッカーボールは蹴っていたものの小学校3年生まで特定のチームには所属していませんでしたしかしある日たまたま家の前を通りかかった友達に「これからサッカーのトレーニングに行くんだ」と言われ小野選手は「じゃあ俺 と言っっててグラウンドについいたそうですそして小野選手はグラウンドの片隅で1人リフティングをしていたそうですが様子を見た少年団のコーチに「一緒にやらないか?」と声をかけられたそうですしかしながら小野選手は家庭が貧しかったこともあり月会費などが払えない状況にありましたがそれでも少年団のコーチに「お金はいらないからぜひ入ってくれ」と誘われて正式に入団することになったそうですちなみに小野選手いわく小学校時代は「身長は結構でかかった」とのことですがそんな小野選手にとって幼少期のアイドルはアルゼンチン 代表のレジェンドディエゴ・マラドーナ選手だったようでなんかねボールを持った瞬間にワクワクするじゃないですか一体この後何をするんだろうって小さい頃からずっと好きですねと憧れを語っていましたその後小野選手はメキメキと才能を伸ばしていき12歳の時にはナショナルトレセンに参加していたそうですそしてそこで初めて小野選手の姿を見た元日本代表で同じ世代の稲本純一選手はすごいやつがいると小野選手の才能に驚いたそうですさらに小野選手は中学進学後13歳の時に飛び級でアンダー16日本代表 にに選出されると1994年にはアンダー16アジアユース選手権で優勝し1995年には FIFA アンダー17世界選手権大会に出場するなど日本を代表する若手有望株へと成長していきましたそして J リーグが始まった1993年小野選手は中学校2年生でしたがプロサッカー選手を目指そうと決心しますそのきっかけについて小野選手は当時お母さんが乳がんになって手術痕を見せてもらってそれまで反抗というか口答えとかまだ思春期だからそういうのもあったけど絶対 絶対にそういうことを言っちゃいけないんだなって J リーグができて1億円プレーヤーみたいなのが出てきて自分の好きなことでお金を稼げるんだって思った瞬間からよし絶対に親を世界一幸せにしてやろうと思ってと話しプロとして自分の得意なサッカーでお金を稼いで女手一つで育て上げてくれた母親に恩返しをしたいという思いが芽生えていったと明かしていましたこうしてプロになりたいという気持ちを持って順調に成長していった小野選手は中学卒業後に静岡県屈指のサッカー強豪校だった清翔こと清水市立商業高校に進学することに なりまし,たしかし全国からタレントが揃うう清賞に入学するとサッカー人生で味わったことのない衝撃を受けることになります小野選手は小学校から中学校に上がった時ってそれはそれでフィジカルの違いとか厳しさを感じたけどそれどころじゃなかったすぐにこれはついていけないなと思って最初逃げ出しそうになりましたから冗談じゃなく練習がハードすぎてフィジカルが通じない上にむちゃくちゃスピードが速い本当にどうにもならなかったと当時の心境を語っていましたそれでも小野選手は圧倒的なテクニックで1年生の時からレギュラーに定着し インターハイや全日本ユースで優勝を果たすと、3年生の時にはチームのキャプテンとしてプレーするようになりました。しかし、高校最大の大会である全国高校サッカー選手権大会には、一度も出場することができませんでしたが、この高校3年間について小野選手は、サッカーの厳しさを教わった3年間でしたね。仲間の大切さ、先輩後輩の信頼関係、チームとして一丸となって戦う姿勢、毎日毎日必死に食らいついて、とことん追い込んでいました。でも今思えば、高校の3年間とプロ1年目にかけてが、一番サッカーを 楽ししししんでたた時期かもしれないいと話していましたそれでも小野選手が高校3年生になった1997年の春に結成されたアンダー1 8日本代表には稲本選手、高原直弘選手など黄金世代と呼ばれたメンバーが揃っていましたがそんな中でプロ入りを迎える段階になった小野選手には J リーグ13クラブからオファーが届いていましたこの時周りからは地元静岡県の清水エスパルスへ入団するのではないかと予想されていましたが小野選手が選んだのは浦和レッズでした当時浦和を選んだのはより契約金を積んだ ことが要因だったと言われていましたが小野選手本人は毎日のように来てくれて熱心に話をしてくれてこういうことって人の心を動かすというかやっぱり大事だと思うんですよ最終的に裏を選んだのはお金じゃなくて気持ちでしたと入団の決め手になった理由を話していましたこうしてまずは夢だったプロサッカー選手になった小野選手ですが日本中から注目を集める中開幕戦からスタメンに抜擢されると2戦目の横浜フリューゲルス戦ではプロ初ゴールを決めましたその後中盤で見せる魔法のようなボールタッチと味方の元へピッ 人届くパスを武器に高卒ルーキーながら浦和のレギュラーに定着しましたさらに小野選手はフランスワールドカップ直前に岡田武史監督からフル代表に初招集されるとフランスワールドカップ本大会のメンバーにもサプライズで選出されましたしかし小野選手は選出された当時を振り返ってカズさんと北澤さん J リーグを支えてくれた2人が外れて高校出身の小僧が選ばれてしまう罪悪感じゃないけどそんなことってあるそれこそ理不尽じゃんというのは思ったカズさんの11番は誰も来ちゃいけない11番を渡されてえー、何を考えて て選ばれたからには堂々としなきゃいけないでも精神的にはきつかったねとベテラン2人に代わって選出されたことで複雑な心境を抱いていたことを明かしていました結局本大会では小野選手は第3戦のジャマイカ戦で15分のみのプレーに終わりましたがこの時小野選手が記録した18歳272日でのワールドカップ出場は日本代表史上最年少で今日まで破られていませんまた高卒1年目からワールドカップ出場という貴重な経験を積んだ小野選手はさらに1998年10月に アンダー19日本代表の中心選手としてアジアユース選手権に臨みましたこの大会で小野選手は中盤で本山雅史選手や遠藤康人選手らとともに素晴らしい活躍を見せましたが結果としては決勝で韓国に敗れてしまい準優勝に終わりましたが個人としては大会の MVP を獲得しましたこうしてプロ1年目から浦和以外でも忙しい日々を過ごしていた小野選手は J リーグでも9ゴールを挙げる活躍で新人王とベストイレブンを獲得しましたそしてプロ2年目の1999年に小野選手は 4月からナイジェリアで開催された FIFA ワールドカップユースに参加することになりました。この大会では2000年のシドニーオリンピックを見越して A 代表の監督も務めていたトルシエ監督が就任し、小野選手は大会直前に稲本選手が怪我したことでキャプテンを務めることになりました。そんな中、チームでも突出した才能を見せていた小野選手には活躍が期待されましたが、グループリーグの3試合では本領発揮とはなりませんでした。それでも日本はグループを1位で突破し、決勝トーナメント1回戦ではポルトガル相手に PK で勝利すると、 ベスト8のメキシコ戦ではようやく小野選手がゴールを決めてベスト4進出を決めますそして準決勝のウルグアイ戦でも勝利し決勝進出という快進撃を見せましたが小野選手はウルグアイ戦でイエローカードをもらい累積で決勝に出場できなくなってしまうと小野選手抜きで臨んだ決勝のスペイン戦では0対4となすすべなく完敗してしまいましたそんな光景を外から見ていた小野選手はスペイン戦を終えてもっと上手くなりたいと思ったし世界にはまだまだ上手い選手がたくさんいるなってことが分かったそれにただ楽しいだけじゃなくも もっともっと戦わないといけないということも感じたじゃあそれを日本でと言うと難しい海外への意識がそこで生まれたし1年後のシドニーオリンピックでまた世界と戦いたいと思っていましたと話していてより高いレベルで戦うという新たな決意が生まれたそうですしかしこの大会からわずか3ヶ月後小野選手の身に悲劇が訪れることになります1999年7月5日に行われたシドニーオリンピックのアジア地区一次予選日本は格下のフィリピン相手と対戦しましたこの試合で小野選手は相手選手に後方からのタックルを受けてしまい 単価で運ばれると試合後には左膝靭帯断裂という重傷が明らかになってしまいましたまさかの大怪我を負ってしまった小野選手は当時を振り返ってあの怪我で僕は全てを失ったシドニーもそうだし足の感覚だけじゃなくサッカーのイメージ全体が消えてしまったあそこから自分が持っているイメージ練習でも試合のときのようにやれていた感覚がなくなってあれなんでだろうと迷いながらプレーするようになってしまったその時自分はそれまでの選手だったんだなと思いましたねそれほどあの怪我は僕のサッカー人生にとって大きなターニングポイントっ と語っていましたこの怪我がなければと誰もが声を上げていますが小野選手本人が一番思い通りにプレーできない悔しさを感じていたはずだと思いますそしてその後小野選手は1999年のシーズン終盤に戦列復帰しましたがシーズン序盤から苦戦していた浦和は J2 に降格してしまいますまた小野選手自身も怪我の影響からか思うようなプレーができていませんでしたそれでも小野選手は浦和に残留しクラブ史上最年少のキャプテンに就任すると厳しい J2 の戦いの中で1年でチームを J1 に に導きましたこの経験を経て小野選手は過去の自自分分にいいいいつままでももこだわっても仕方がなな、ま、た新ししを作るしかないと切り替えることとがでできたんですと気持ちを切り替えてプレーできたと話していました確かに小野選手にとって怪我は大きなターニングポイントになったかもしれませんがそう考えられるようになったということはこのターニングポイントをポジティブに捉えられる面もあったんじゃないでしょうかそして怪我やチームの J2 降格と厳しい時間を送っていた小野選手ですが2001年7月にはオランダの名門フェイエノールトへの移籍を決断します 21歳にして海外挑戦を決断した小野選手はチームに合流して間もなくファン・マルバイク監督に才能を認められシーズン開幕からボランチのレギュラーとして起用されるようになりましたこうして異国の地オランダでも怪我から立ち直り小野選手は再び天才的なテクニックでフェイエノールトサポーターからの信頼をがっちりつかみ取りましたそして2002年3月10日の国内リーグの AZ 戦ではまさに天才と呼ぶにふさわしい衝撃のゴールを決めてみせますそのシーンですがペナルティエリア手前でボールを受けた元デンマーク代表の ヨンダール、トマソン選手が後ろに落とすと、そこに小野選手が走り込み、相手ディフェンダー2人が寄せる中、ダイレクトで右足を振り抜いて、芸術的なループシュートが、相手ゴールキーパーの頭越しに決まりました。あまりにも美しいループシュートに、ホームのサポーターは割れんばかりの歓声を上げて、小野選手はチームメイトから祝福を受けました。また、加入1年目の2001-2002シーズンに、フェイエノールとはウェハカップの舞台で快進撃を見せることになります。準々決勝で同国対決となったペースフェイトの戦いでは、PK 戦までも連れ込み、小野選手も キッカーを務めると、緊張した表情ながら、リフティングをしながらペナルティースポットに向かい、冷静に PK を決めました。そして、PK 戦を制したフェイエノールとは、準決勝でインテルを破ると、決勝ではドルトムントとの対戦を迎えます。この大舞台で小野選手は、1点リードで迎えた後半5分、相手がトラップミスしたボールを、ダイレクトで芸術的なスルーパスを送り、これをトマソン選手が決めて、アシストを記録しました。そして、結果的に3対2で勝利し、小野選手は、UEFA 主催の国際大会でタイトルを獲得した、最初の日本人選手となりました。 こうしてオランダでの1年目からチームの中心選手へと成長していった小野選手はシーズンオフに行われた日韓ワールドカップのメンバーに選出され自身2度目のワールドカップ出場を果たします。そしてその日韓ワールドカップで小野選手はグループリーグ初戦となったベルギー戦で1点リードを奪われた中ミドルレンジから縦パスを通すと鈴木隆之選手の同点ゴールをアシストしました。その後も小野選手はこれまでのキャリアと比べると黒子に徹していましたがオランダでの経験を生かして全4試合にスタメン出場を果たし日本史上初のベスト 16進出に貢献しました4年前からの成長を見せワールドカップでも活躍した小野選手はオランダでの2年目となった2002-2003シーズンにはリーグ戦では29試合に出場して7ゴール4アシストを記録し再び順調なキャリアを歩み始めていましたしかし2003-2004シーズンは代表活動との両立による過密日程により慢性的な怪我で離脱するようになってしまいますそして続く2004-2005シーズンも怪我に苦しんだ小野選手でしたが出場すれば結果を残しリーグ戦では25試合の出場で7ゴール4アシ ゴールを決めました。しかしながら2005年6月に小野選手はドイツワールドカップアジア最終予選のバーレーン戦直前の練習中に疲労骨折を負ってしまいさらに以前の大けがの再手術もあってシーズン前半戦を棒に振ってしまい2006年1月には古巣浦和へ復帰することになりましたこうして再び日本に戻ってきた小野選手はドイツワールドカップの代表メンバーに選出され3度目のワールドカップへと臨み初戦のオーストラリア戦で後半34分から途中出場を果たすも直後に日本が悪夢の3失点を喫して その後の試合も、小野選手に出場機会が訪れることはなく、日本もグループリーグ敗退となり、3度目のワールドカップは悔しい結果に終わってしまいました。また、浦和に帰っても小野選手は、チームの守備的な戦術に適応することができずに、2007年は途中出場が中心になっていきました。そこで小野選手は、2008年1月にドイツのボーフムへ移籍し、2度目の海外挑戦をすることになりますが、ボーフムでも小野選手は怪我に悩まされ、2008-2009シーズンは、公式戦わずか10試合の出場に終わってしまいました。そんな中小野選手 選手は2010年1月に地元の清水エスパルスへの移籍を決断し、再び日本へと帰ってくると、清水ではすでにベテランの年齢になっていたこともあり、若いチームをまとめ上げて引っ張る立場となっていきました。そして再び怪我をすることもなく、1年を戦い抜き、2010年はキャリア初となる公式戦で40試合以上の出場を果たし、充実したシーズンを送っていました。さらに続く2011年には、ユース年代で共に戦ってきた高原選手が清水に加入し、2人でチームをけん引する活躍を見せました。こうして、清水で充実の 時間を送っていた小野選手ですが、2012年には若手を起用するチームの方針から出場機会が減ってしまい、シーズン途中の7月にチームを退団することになり、同年9月にオーストラリアのウェスタンシドニーワンダラーズ fc に移籍することになります。オーストラリアの地では、フェイエノオルト時代の実績もあったことから高い注目を集めていた中で、その期待に応えるかのように持ち前のテクニックを存分に発揮し、リーグ戦24試合7。ゴールと素晴らしい成績を残してリーグ優勝に貢献しました。さらにファイナルシーズン。 のブリスベン・ロアー戦ではフェイエノールト時代に見せたような芸術的なループシュートを再び決めてみせました小野選手はこうした活躍からリーグのベストイレブンとチーム内の MVP を獲得し再び輝きを取り戻しますそして1314シーズンも安定した活躍を見せると2014年6月からはコンサドーレ札幌に移籍し3度目の日本復帰を果たしましたが札幌ではまたしても怪我に苦しんでしまいほとんど活躍を見せる機会は訪れませんでした2016年には札幌が J2 優勝を果たし J1 へと昇格しました 結局、小野選手は2019年の夏に札幌を退団することになります。それでも、小野選手がチームに与えた影響は大きかったようで、札幌の野々村義和社長はチームが強くなったのは真ジのおかげ、あの時の札幌によく来てくれたな、感謝しかないとコメントを残していました。その後、2019年8月からは FC 琉球へ移籍しましたが、またしても怪我に苦しみ、2021年1月には1年半で札幌に復帰しています。そんな小野選手は2023年も札幌と契約を更新し、現在プロ26年目を J1 最年長の43歳で迎えています今でもテクニックに衰えは見えていない小野選手ですが開幕前のインタビューでボーールを触っててているだだけでで楽ししくて笑顔がが出てしまうので本当にサッカーが好きなんだなんと感じるとサッカーへの愛情を語っていましたこのように小野選手は幼少期から山あり谷ありのサッカー人生を送ってきましたがそんな小野選手のプレーを近くで見てきた人々の言葉にはどれだけ小野選手が天才的なプレーを見せていたのかがわかるようなコメントが並んでいます辛口で知られるラモス・ルイさんは 一人だけだと思う。オノ信じ。もし怪我していなかったら化け物みたいな選手になっていたよ。と話していて、ラモスさんよりも辛口で知られるセルジオイチゴさんでさえもオノ選手については彼を超える人はいない。プロ選手として見せることが一番の特徴で誰もオノの真似はできない。日本の宝だ。彼のプレーは味方も敵も見惚れてしまうよね。と絶賛していました。またフェイエノールと移籍した当時、テクニカルディレクターを務めていたロブバーンさんは、オノは本当に素晴らしかった。私は今だに彼ならあの時のレアルマドリードでもプレーできたと100%確 と語っていますさらに元オランダ代表のレジェンドファン・ペルシー選手もはは天才オランダ代表の練習でオノより上手手いい選手はいなかったと語り同じく元オランダ代表のディルク・カイト選手はセイドルフを見たと最大限の評価を送っていましたこのようにさまざまなスター選手監督から素晴らしい評価を受けていますが皆さんの中で一番グッときた言葉があったらぜひコメント欄で教えてください小野選手は2023年も札幌でプレーを続けるので天才的なテクニックで 僕たちをまだまだ魅了し続けてほしいですね今回は小野伸二選手のサッカー人生を紹介しましたがそんな天才小野選手が絶賛した選手についてはこの動画で紹介しているのでぜひ見てみてくださいというわけでいいなって思ってくれた人はチャンネル登録と高評価を押してくれたら泣いて喜びますそれではまた次の動画でお会いしましょう皆さんさようなら